東京2020大会で活動するボランティア、シティキャストによる東京の魅力発信プレゼンテーション。本日のテーマは、憧れの東京で暮らして50年、歴史を感じながら快適な都市空間を歩くということで、シティキャストのハッピーバーバさんとお孫さんのミラさんより発表いただきます。それでは早速ですが、ハッピーバーバさん、ミラさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私は地域の子育てサポートをボランティアとして行っております。毎日小さな子どもたちと街の中を歩きながら活動をしております。今日は東京の素敵な街を紹介したいと思います。東京の心臓部千代田区は歴史と経済中心の街ですが、皇居が存在しているので緑があふれています。50年前の私の修学旅行では、ここで記念写真を撮るのがトレンドでした。皇居に浮かんでいる白鳥もとても優雅に写っております。さあ、それでは千鳥ヶ淵緑道から歩いていきましょう。見事な桜ですよね。ここ千鳥ヶ淵はお花見スポットとして大変な人気があります。千代田区観光協会のガイドブックにもこの位置から撮られた写真が掲載されております。桜の季節は毎年楽しみで、主人と一緒に歩いております。お堀に沿って南に進みます。スタートします。はい、これは英国大使館です。思わず足を止めて、ミラちゃんが写した写真よね。少し先には国立劇場があります。はい、これは皇居桜田門です。重要文化財に指定されております。週末には皇居ランナーたちで大変にぎわいます。江戸幕府の終わり1860年、井伊直弼が水戸浪士に暗殺された桜田門外の変は歴史に残る出来事となっております。ここに写っている小さな石のベンチで毎回休憩をとっております。次の写真は国会議事堂です。総選挙と秋の衆院選を控えて、永田町や霞が関は慌ただしく動いております。ミラちゃんの国会議事堂の社会科見学のことを教えてください。国会議事堂は学校の社会科見学で行く予定だったけど、コロナウイルスで行けなくなったんだよね。一緒に国会議事堂を見学に行きましょう。ここからの景色が大好きで、いつもここで立ち止まって風景を眺めているのが好きです。茶色の真ん中の建物は帝国劇場です。右端の白い建物は第一生命館で、 GHQ の本部が置かれていた建物となっております。現在もマッカーサールームとして保存してあるそうです。このエリアは日本の国際外交の拠点として発展しました。1883年には鹿鳴館、1890年には帝国ホテルが開業しています。今も昔も人々を楽しませる娯楽が揃っています。ここは日比谷公園の入り口にあたります。緑がとても豊かで、このペリカンの口から噴水のように水を勢いよく流れている時が楽しく見ている時があります。
この日比谷公園の中から大きなビルが見えるのは東京ミッドタウン日比谷です。この建物の中には映画館やショッピングを楽しめるようなエリアがたくさんで、一日いても飽きないところです。この日比谷松本楼は毎回散歩の時に休憩で立ち寄るテラス席が好きで、ここで楽しんでおります。これは、迎賓館です。正式な名称は迎賓館赤坂離宮という名称で、とても立派な門構えになっております。3年前の夏休みに家族で行ったバッキンガム宮殿の門に似てるね。そうね。ここの宮殿の前では8月21日のパラリンピックの聖火の集火式が行われたところで、現在迎賓館も一般に貸し出しを行っているそうです。この迎賓館正門の前にはカーブドッジ迎賓館と新しくカフェができて、ここはガラス張りでとても明るい雰囲気で素敵なカフェとなっております。ここは迎賓館の中庭です。私が訪ねた時には真っ赤なサルビアの花が咲いていました。とても美しい宮殿です。右側のパンフレットは宮殿の中の写真は撮ることが禁止されておりましたので、パンフレットの写真を撮らせていただきました。バッキンガム宮殿に似てる素敵な建物でとても豪華でした。これは、バッキンガム宮殿の、正門とは反対のところにあるお庭の、噴水となります。この噴水は国宝となっておるそうです。この水しぶきの勢いを飽きることなく見続けていられるのがこの公園の特徴で、300円で1日楽しめるのはとても有意義なことだと思って、いつもこのベンチに腰掛けながらのんびりとした時間を過ごしております。これは迎賓館の中にある、和風別館といいまして、世界中の外国からお越しいただいた、国家元首の方たちをお招きするお庭となっておりまして、中は和風の作りで錦鯉などがたくさん泳いでおりました。ちょうどガイドツアーに参加して錦鯉に餌をあげるイベントに参加されさせていただきました。とても手入れの行き届いたお庭が美しかったです。これは迎賓館の宮殿の前庭です。夏はこのように赤いパラソルがお庭に出ておりまして、大変リラックスしたムードでお昼休みの時間などを過ごされている方も見受けられます。とても居心地のいい空間です。この左側のパンフレットはやはり写真撮影が禁止されているということで、和風別館の中を写真、パンフレットを写真で撮らせていただきました。これは最後になりましたが、トーチタワー2027年に東京駅前に完成予定の常盤橋プロジェクトということで、今建設が進んでいるエリアとなります。ここからの景色を見たのが東京スカイツリーとなります。どんどん移り変わる東京の様子を高いところから見ているととても気持ちが、晴れ晴れとして快適です。東京はこれからもどんどん新しい街に移り変わり、私たちをさらに楽しませてくれる街となっていくことでしょう。
憧れの東京で暮らして50年、歴史を感じながら快適な都市空間を歩く、これで私とミラちゃんのプレゼンテーションを終わらせていただきます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ハッピーバーバさん、ミラさん、素敵なプレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございました。それではまず改めてとなりますが、ハッピーバーバさん、ミラさんより自己紹介をお願いしたいです。はい、自己紹介の際、これまでのボランティア経験や今回のプレゼン企画にご協力をいただいたきっかけも交えてお話をお伺いできればと思いますが、ハッピーバーバさん、ミラさん、お願いできますでしょうか。はい、はい、私は千代田区に住んでおりますハッピーバーバと申します。地域のファミリーサポートの活動を行っております。毎日小さなお子さんと手をつないで保育園からお家へ歩いていくというボランティアをやっております。私の名前は穂立美良です。今回この企画が面白そうだと思ったのでやることにしました。ありがとうございます。ハッピーバーバさん、今回のプレゼンのテーマ、はいね、憧れの東京で暮らして50年、歴史を感じながら快適な都市空間を歩くということで、東京の魅力発信という大きな括りの中でこちらのテーマを選ばれた理由をお伺いしたいです。はい、私は東京に来て50年になります。東京はとてもきらびやかで刺激的な街で大好きなんですが、特に千代田区には緑もたくさんあり大変美しい街だと思っております。今回この写真を通して世界の皆様に東京の特に皇居周辺、江戸城の近辺をご紹介したくて写真として収めさせていただきました。以上です。ハッピーバーバさんは千代田区に住んでらっしゃる。はい、現在千代田区に住んでおります。なるほど、じゃあもう魅力はもう知り尽くしてるというわけですね。、はい、毎週お天気のいい時は主人と散歩に出かけております。あ、なるほど、はい、今回ですね、ご紹介いただいた、コースなんですが、はい、これもいつもご主人と一緒に歩いてるコースなんですか。はい、そうです。千鳥ヶ淵の緑道から歩いて、桜田門で休憩し、そこでまた歩き始めて日比谷松本楼で軽くお昼を取るというコースが決まっておりまして、そこに今回ミラちゃんと一緒に、散歩に連れて一緒に歩いてみました。ちなみにこれだいたいいつもどのぐらいの時間でハッピーバーバさん歩かれてるんですか。そうですね、食事を取る時間も含めますとだいたい2時間ぐらいでのんびりと歩きながら眺めながらっていう感じです。今回ミラさんと一緒に、ね、はい、歩いてみたということなんですが、お昼も一緒に食べられたんですか。はい。ミラさん、この2時間のコース、ね、一緒に歩かれたと思うんですが、何か思い出ありますか。足を靴ずれしちゃって、あらら、警察の人に絆創膏をもらったんですよね。それは最初はちょっとおまわりさんに絆創膏なんかもらえないよってミラちゃん言ってたんですけど、ちょっと私はずうずうしくも交番の周りさんにお願いしたところ、だいぶ待たされたんですけれども、バンドエイドを2枚くれまして。探してたんでしょうね。2枚いただいて、それで1枚貼って、目的地 の松本楼まで歩くことができましたので、とても感謝しておりますし、こんな身近なところで本当に安心して生活できるお周りさんの存在を改めて感じたところです。皆さんはどうですか、おまわりさんに絆創膏をもらいに行って。日本の警察の人はこんなに優しいとは思ってなかったです。そうですね、なかなかこう普通に暮らしてとそんなにね、交番の方とコミュニケーションを取ることないですけれども、はい、ね、おかげでしっかりと2時間のコース歩き切ることができたんですね。はい、ありがとうございます。じゃあこの2時間のコース、今回ご紹介いただいた中でですね、はい、ハッピーバーバさん、一番お気に入りの場所はどちらになりますか。はい、そうですね、本当にどこを切り取っても絵になる場所で尾が多くて、ここ一つ決めるっていうのがとても難しいんですが、今回ご紹介させていただいた
迎賓館赤坂離宮は特に一番大好きな場所でして、あそこの場所に行くと日本にいながらにしてヨーロッパの感覚を味わえるというとてもおしゃれな空間だと大好きなところです。ミラさんはどうですか？今回歩いた中で一番気になった場所、いろいろありましたよね。はい、うん、桜田門。桜田門、はい、おー、どうして桜田門が気になりました？前塾で桜田門の辺について勉強してて、それ実際に行ってみたことがすごい良かったなって思って。はい、なるほど。確かにあそこで桜田門外の変がね、うん、起こったんですよね。あ、じゃあそこで塾で勉強したことが実際に見に行ったことでこうつながったわけですね。はい、なるほど。確かにね、こう歴史を感じながら快適な都市空間を歩く、もう実際にね、ミラちゃん歴史を感じていただけましたね、はい、ハッピーママさんね。なるほど。今回ですね、プレゼンの中で伝えきれなかった内容や今一度 PR したい内容があればぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか？はい、特に仕事関係で私もちょっと千代田区で長いこと生活しておりました件もあって、それで千代田区のお茶の水の界隈にはとても老舗といわれるお蕎麦屋さんがあったり、飲食店もとても駅前は開けてるんですが、ちょっと裏路地に入ると昔ながらのお店が残ってたり、とても懐かしさと新しさが融合したようなとても素敵な街だと思っております。はい、ありがとうございます。皆さん、もし今回はですね、この発表、ハッピーバーバさんが考えたんですけど、もし皆さんがこのプレゼンテーションを発表するとしたら、何をテーマに、どこをテーマに選びますか？浅草ですかね。浅草行ったことある？はい。どんなところが記憶に残ってますか？雷門ですかね。どんなところが良かったですか？全体のなんかすごい壮大で、すごいなんか綺麗だし、大きくてすごいなみたいな。他には何か浅草の周りで気になったこと、紹介してみたいなって思ったことありますか？船で川をなんか回る。隅田川ね。それで、スカイツリーは朝日ビールのなんか金色のやつで、スカイツリーが金色になるっていう、それを見てすごい綺麗でした。ぜひ機会があったら、ね、プレゼンテーション作ってぜひやっていただきたいですね。ありがとうございます。さあ、それではですね、最後にこちらの映像をご覧いただいている皆様に向けてメッセージをお願いします。コロナが明けましたらぜひ皆さん東京に遊びに来てください。私が皆さんとご一緒に東京をご案内したいと思っております。ぜひ皆さんいらしてください。Come to Tokyo. I'll will show you around Tokyo. 今日はありがとうございました。ありがとうございます。ハッピーバーバさん、ミラさん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のプレゼンテーションは以上で終了となります。ご視聴いただきありがとうございました。